またしてもこの世界にやってきた。どうやら色々追加されたり新しくなったみたい。素晴らしいことだ。特にこの部分。バケツにたくさんアイテム入れても大丈夫だよ。実に素晴らしい改善だ。これでたくさん鉱石を掘ってもストレスなくお金稼ぎができる。早速スコップを持って、掘って、入れて、掘って、入れて、入れて、入れて、回す。ほっ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 。たくさん掘れた。久しぶりに手掘りでたくさん掘ったけれど、これで、この中は鉱石でたくさん。従来だと重くて、世界が止まったけどどうなるかな。おお、くそ、ぬるぬる動くのか。負けてしもうた。でも、せっかくだから、この掘った鉱石を売り払いに行こう。きっと20億は硬い。こんにちは、時価総額がとんでもない鉱石持ってきました。ふふふ。このたくさんの鉱石を見て喜んでおる。ちょっと離れてもらえませんか？私はまともだけど、まともとまとものおじさんが腕を組んでたら、それはまともではないと思うの。くっ。見られている。必要に見られている。こういう時は、日本人的思考で触れずにやり過ごすに。なんかめっちゃ喋ってる。ふう、去ったか。しかし変な奴だった。あんな変な奴は、そうそう見ないぞ。じゃあ、気を取り直して買ってくださいな。おお、だいたい1万円も稼げた。結構な大金だ。うわ、おじさんまだいたのか。はっ。もしかしておじさんは、この大金を狙っていたのではないだろうか。危ないところだったぜ。おじさんはさておき、大量の鉱石を入れても、カクカクしないのはどこか悔しくも。手が滑っちゃった。おお、これこれ、このカク付き終われは所望していた。あれ、でもやっぱりいつもよりも軽減されている。これが時代、か。じゃあ改めて、今回もお金を稼いでいく。シュピ。どうやら聞いた話だと、この世界には、伝説級のアイテムが埋まっているみたい。地中深くに埋まっており、どこにあるかは分かっていない。要は、埋蔵金的スタンスのお宝である。それらを集めてこの場所。おごそかかつ、雰囲気もりもりのここの奥にある、この台座に、伝説級のアイテムを備えると、お宝がもらえるみたい。一攫千金だぜ。働いて稼ぐのはめんどくさいから一攫千金だぜ。なわけで、いざお宝を探して掘り掘り開始。なるほど。最高級にめんどくせえ。はっ。そうか、これは視界が暗いから、目の疲れが出てしまっているのだ。このライト付きヘルメットがあれば、きっと、目の負担を癒し、めんどくささも軽減してくれるはず。まさに、今の時代に見合ったアイテム。さあ、成果はいかほどか。おお、すごいぜヘルメットくん。暗い場所の作業から明るい場所での作業になった。これはつまり影から酔う。大枠で見れば、私は名実ともに陽キャになったということ。めんどくせえ。そうか、道具だ。道具が悪いのだ。あったあった。このツルハシがあれば、もっと効率的に宝探しできるはず。なんて頭がいいのだ私は。おっちゃん、このツルハシを送れ。楽天現金で買うから、ポイントもつけてく。お金足りないの。私としたことが、数十円足りずに困ってしまうとは。素敵だ。さて、これがいいとおっちゃんには言われたけども、このツルハシは何に使うのだろう。おお、なんだこれは、土もろとも消滅させてしまうのか。素晴らしい、おっちゃんの謎技術で、きっと分子レベルで分解して消滅さ。グッバイ、スコップ。土ですら虚構に変えてしまう、このツルハシならば、土をどっかに置かなくてもいいから、かなり効率的。一歩間違えたら、地球をも消滅しかねない、未来兵器を扱うとは、あのおっちゃんは怖い人間。あった。やったぜ、一つ目のお宝を発見だ。なんか昔に見た気がするけど、初めて見る伝説の剣だ。それじゃあこれを持って、謎施設に進撃。お宝お宝くださいな。
これで一つ目は達成。あと三つで、莫大なお宝が手に入る。グッヘで。シュピ。でも、よく考えたのだけど、さすがに、こうやってすべてを手掘りするのは、非効率的であり文明感がない。よって、遠くのこのお店。ホビーエス、オン、エス。ホブソンズパワーワークス。ホブソンズタワータークス。ここに来た。ふふふ。ここにはお目当てのものが売っているみたいだからね。あったあった。お目当てのものは、この TNT。これがあれば、キョムツルハシよりも、効率的にお宝探しができるはず。というわけで穴を掘って、キュッチ。スイッチも置けば完成。まずは、この威力を確かめて爆破。おお、やむちゃしてるぜ。でも、このくらいの大きさなら、80ツルハシ分くらいにはなりそう。素晴らしい。あれ、でもヤムチャみたいなのが、奥底に眠っている。スクラップ金属、スクラップ金属、溶かせるスクラップ金属、売れるスクラップ金属。完璧に把握した。すごく貴重な金属持ってきました。最低買取価格20万から。ゴミだな。でも、爆薬の使いやすさがよくわかった。相棒のツルハシには悪いけれど、この基本的な自動化機構で鉱石をたくさん稼いで、それで爆薬をたくさん買って、お宝探しをしよう。よしよし。だいぶ集まった。普段なら世界が終わるほどの鉱石類だけれど、この新たな世界なら容易に持ち運べる。なんてより良い世界になったのだろう。なんか安くない?仕方がない。お宝を集めるため、その投資用のお金だと割り切ろう。それじゃあこのお金で、横文字専門店に向かう。到着。見てよおばちゃん。8万円の香りは素晴らしいものでしょう。そうです。私こそが大金持ちです。毎晩お札のお風呂に入ってます。お風呂は左腕から洗い。じゃあ TNT を購入。だけど一つずつしか運べないめんどくささがある。それを解決するのがこのポルシェ。これにたくさん入れて、買い物のところに持っていけば、コストコもびっくりのまとめ買いができるのである。素晴らしい。ダバーして購入。完璧だ。この大量の爆薬を使えば、伝説のお宝の一つや二つ、きっと容易に見つけられることだろう。ついたついた。掘って埋めて設置。オッケー。聞いた情報だと、こっち側に埋まっているらしいから、たくさん設置した。きっとこれなら見つかるはず。それではいざ、爆破。美しい。なんて計画的かつ芸術的な爆発なのだろう。ほんの少し犠牲が出たけど、成果は上々。だけど今回の爆破では、お宝は見つからなかったみたい。爆破。やはり、いちいち手で掘るなんて前時代的なのだな。おや?すごい、望遠鏡だかマキスだかダンベルを発見。は、そうか、これが伝説のマキスなのか。全部剣とかかと思っていたけれど、そんなことはなかった。では、このマキスを納品。よしよし、もう二つも集められた。まさかマキスが来るとは思わなかったけれど、この調子なら、残り二つもすぐに見つかることだろう。未来は明るい。シュピ。今回はうまくいったけど、先々を見越して、もっとお金を投資する必要がある。なわけで、まず、大量にお金を稼ぐ施設を作ろう。大量のお金があれば、もっと爆薬を購入できるようになるからね。なわけで到着。どうやら、ここにもお宝があるみたいだけど、ここは綺麗に整地して、先ほどの大量お金稼ぎ施設を作る。すでに何回もやっているからね。たくさんのフィードバックをフィードバックして、できたものがこちら。今回のこれらは、あくまで、目的のための手段に過ぎない。よって少しだけ数を減らし、継続的に稼働できるようにした。これで私は資金難から脱却し、たくさんのお金を宝探しに投入できるだろう。ちなみに処理施設も超効率的にして、各種鉱物は種類別に選別して溶かし、
宝石類は種類別に圧縮する。まさにお金稼ぎのための施設である。こんなところに眠くなる罠では稼働開始。おお、素晴らしい。フレームレートがとんでもなく下がったけど、私の所持金は上がる。いいね、宝石類もちゃんと圧縮されている。各種鉱物もおそらく種類別に分かれているだろう。いつものように粉砕機は詰め込まれすぎる状況だけど、きっとちゃんと稼働しているはず。もう世界が遅くなったのか、私が早くなったのかわからないぐらいになってしまったけれど、きっと問題ないだろう。あやべ。シュピ。あの後しばらく稼働させることができた。5分近くしか稼働してないけれど、どのくらいのお金になるのかチェックしてみよう。これで大体の時給が割り出せるはずだ。オニキス2000円、エメラルド6000円、ルビー2500円に、サファイア3000円、鉄5万円に、金も6万円。締めて5分で13万円の成果。時給130万円くらいになるだろう。素晴らしい。これで我が宝探し事業は飛躍的な進化を遂げる。そう、核兵器の導入だ。ふはは、一発で2万6000円する。この兵器も、今ならば湯水のごとく使える。試しに、この場所を核採掘してみよう。掘って埋めて OK。さあ、どのくらい爆発してくれるのだろうか。おお、真っ赤っか。単純に TNT の2、3倍の威力はありそうだね。素敵だ。3つにするとどうかな。おお、真っ赤っかが3つ。なるほど、これでもまだ見つからないか。結構お宝を探すのは困難なようだ。そうか、わかったぞ。OK。3つでダメなら、もっとたくさん核爆弾を使えばいいだけのこと。実に簡単な方程式だ。それではいざ、爆破。素晴らしい。一面でこぼこになったったけど、さすがにこれなら見つかるはず。望遠鏡的なものがあれば探しやすいけれど、この世界にはないから仕方がない。おや？なんだか不思議な光を発見。キラキラしててとっても綺麗。ほほう、なるほど。きっとこれは妖精さんだな。捕まえれば売っ払えるかな？だいぶ後。結局見つからず、第2第3の爆破を敢行。戦地みたいな場所になってしもうたけど。だけんどようやくお宝を発見。ボクシンググローブかな？早速お供えに向かおう。丁寧かつ慎重に発見したこれをお納めください。よし、これで残りは一つである。おじさん、残り一つはどこかご存知ですか？剣とかマキスとかグローブなんだけど。見たことありませんか？は。このおじいさんが、レリックアイテム？シュピ。どうやらこの世界には、まだいくつか場所があって、そこに同じく埋まっているみたい。今度はここに赴いてみよう。見えるで、薄、見えるで到着。ここに、採掘用拠点を作成。完璧だ。資金も潤沢にある。これならまず間違いなく見つかるだろう。そこまで簡単ではないようだ。ならば、今回は縦に爆破。まず、地中深くまで掘ることとする。そして、気になった部分は相棒で採掘。見事な連携だ。私と相棒でなら見つけられないものはない。一生涯の相棒だ。あれ？頑張れ相棒。君なら掘れるやれるぞ絶対。出会いがあれば、別れがあるものだからね。新たな相棒を購入した時に面白いものを見つけた。投げられる爆弾である。少しだけ威力が弱そうだけど、遠くに投げられるのはかなり魅力的。あれ？おかしい、そんなことはない。きっともっと効果的に使えるはず。あやべ。やっぱ新たな相棒は完璧だぜ。ぐすん。その後も、我が身を犠牲にしつつ採掘をしていたら、巨大な地底湖が形成されてしまった。もしかしたら、ここまで深くにはないのやもしれぬ。仕方かない。こうなれば、もっと広い範囲で捜索しよう。ここまで、時間とお金をかけているからね。
10兆とか天文学的な価値のお宝だろう。きっとあれからしばらく核爆破採掘をしていたけれど、その甲斐もあってようやく発見。おお、美しい。持ち運べるゴミ箱かな。何はともあれ、これで4つのお宝が揃った。ここまで数千万円はかけてきたからね。それを補って余りある財宝が見つかるはず。おお、なんか開いている。うお、あからさまなお宝を発見。これはかなりのお宝だ。歴史的価値とか文化的な価値とかとんでもないことになっているはず。やったぜ、とうとうお宝ゲットだぜ。あとは気になるこの価値、あまりに天文学的な数値になるとバグってしまうようだから、そこだけは気をつけてほしいところ。見てよジョナス、莫大なお宝を見つけたぜ。きっとすごい値打ちが。私の2分で稼げる額じゃないか。そうか、ジョナスではこの芯の価値がわからないのだ。ここにある宝石商なら、その価値もわかってくれるはず。二度と宝探しなんてしない。